ハンガロリンク。ハンガロリンクは、ハンガリーの首都ブダペスト郊外にあるサーキット。現地では、フンガロリンクと発音する人が多い。つまらない、コースレイアウトから設計した、オンガロー親指ゆてオンガロリンクとも、全長 4.384km。1986年より、東欧の国としては、初めての F1 レースである、ハンガリー GP の舞台となっている。また、 1990年と1992年には二輪のハンガリー GP も開催された。1985年着工。もともと丘陵地だった場所を切り開いて建設したこともあり、高低差が非常に大きいのも特徴。そのためパチの中にサーキットがあるような独特な形をしており、どの観客席からもサーキットのほぼ全面を見渡すことができる。 周りにある小高い丘から飛散する砂ぼこりがコース上に溜まりやすくハンガロリンクの特徴の一つと言える埃っぽい路面が形成されるサーキット入り口の公園には歴代会一チャンピオンとハンガリー GP 開催に大きく関わったバーニー・エクレストンの銅像が並ぶエリアがあるまた大型レジャープールも開園したコントロールラインを通過すると 急激に降りながら鋭角なヘアピンとなった1コーナーへ。搬入通路のアンダーパスを降り、緩い左ヘアピンを通過。すぐに、右90度ターンを迎えて、高低差の激しいアップヒルストレートへ。スピードを生かしたまま、ハンガロリンクでも、屈指の難コーナーであるブラインドとなった、超高速の6コーナーを通過し、スピードを殺さずに右に大きく回り込む7コーナーへ。ここからは、 上り坂が続き、右左の試験員を通過する W 字になった連続中速コーナーを抜ける。2003年に回収されたダウンヒルストレートから右90度コーナーを通過。左右と続く連続180度ターンを回って一周となる。低速コースと言われているが、低速コーナーばかりということではなく、アップヒルストレートからの左の高速6コーナーやアクセル全開で抜ける。 w 字コーナーの出口である13コーナー、その直後の右に切れ込む14コーナーなど、高速コーナーも3箇所存在する。アレクサンダー・ブルツ曰く、1つのコーナーでミスをすると3つ4つ、先のコーナーまでも確実にタイムが加われるという。このようにドライバーにとって挑戦する価値のあるコースということで、一般的に低速コースはドライバーの人気は高くないが、 ハンガロリンクを好きなコースと上げるドライバーは多い。当初は全長 4km 足らずのコースに20以上のコーナーが点在する低速コースで1986年の F1 初開催時には予選トップの車両の平均速度は時速 161km だった。これは同シーズンの F1 でモナコ、デトロイトの各市街地コースに次ぎ3番目に遅い記録だった。 ホームストレートが500メートル弱と非常に短く、最終コーナーと1コーナーの曲率半径が全く同じとい、珍しい形だった。アップヒルストレートから続く、現在の6コーナーは、少し右に切り返しつつ、左に曲がるため、今よりも通過速度が遅い。現在の13コーナーを出るとすぐに、右左の試験位となっており。 斜めに走って、現在の15コーナーに合流していた。2時間ルールに抵職したこともあり、平均速度上昇のために1989年に3コーナー周辺の試験を廃止、2003年にホームストレートを200メートル以上延長し1コーナーを鋭角なヘアピンに、アップヒルストレートエンドの4コーナーは2つのコーナーから1つの高速コーナーへ、 コース後半部のインフィールドエリアのレイアウトを変更し、短いストレートを設置する大改修を行い、2009年には、会一の平均速度が時速 200km ほどになった。会一でのオーバーテイクは、他の近代サーキット同様非常に難しく、真夏の開催であるためドライバーの身体的負担も高いとされる。低速サーキットのハンガロリンクでは、思わぬ波乱が起こることも多い。 特にコースが回収された2003年以降は波乱が多く起こり、2002年から2008年まで毎年ハンガリー GP の勝者は変わっている。デーモンヒル、フェルナンド・アロンソ、ジェンソン・バトン、平気・小払い年とここで初優勝を挙げた者も,も多い。予選重視ということでポールシッター有利と思われがちであるが、これまでのハンガリー GP のポールシッターは31戦13勝であり、 勝率がかなり低い。追い越しが難しい。このサーキットでは、1980年代から1990年代、初頭は激しいバトルが見られることも多かった。1986年には、ウィリアムズのネルソン・ピクとロータスのアイルトン・セナ。1988年には、マクラーレンのチームメイト、セナとアラン・プロストが抜け合いを演じた。 第3コーナーの死刑員が撤去された1989年は、ナイジェル・マンセルが予選12位から追い上げて優勝し、周囲を驚かせた。マンセルは回収された第3コーナーの脱出速度が高く、続くストレートの終わりまでの区間で前者を追い越すことを成功させた。1992年のレースでは、同年の F1 を圧倒的な成績で支配していたナイジェル・マンセルが2位に入り、 自身初のワールドチャンピオンを確定させた。優勝は、アイルトンセナ。1997年は、アローズ・ヤマハのデーモン・ヒルがトップを独走。優勝かと思われた残り2周で、ギアボックスが故障。2番手追走のジャック・ビル・ヌーブが、アップヒルストレートでダートにはみ出し柄ヒルをオーバーテイクし、そのままフィニッシュ。ヒルの優勝は、ロト消えたガニー表彰台を獲得し、 アローズとヤマハエンジンの最高位を更新した。1998年は、レース序盤からマクラーレンがワンツーを形成するが、3位を走っていたミハイル・シューマッハが、ピットストップを3回に増やし、代わりに燃料搭載量が少なく、柔らかいタイヤを履いた状態で、ハイペースを維持する戦略を取った。この作戦が当たり、にピットだったマクラーレン勢を逆転して、 優勝を果たす。コースが大回収された2003年のレースは、フェルナンド・アロンソがポール、ウィリアムズの2台がスタートに失敗し、ルーベン・スバリチェロは、ショートカットで、マーク・ウェーバーを前に出す。2番手となったウェイバーは後方を抑え、トレイン状態となり3番手以下は抜くに抜けない、展開に。独走状態となったアロンソはそのまま、キャリア初優勝を果たした。 2006年はハンガリー GP 史上初のレインレースに雨でラインの自由度が増し序盤からオーバーテイクが大量に見られたトップを独走するアロンソがホイールナットが外れて2コーナーを曲がずコースアウトしリタイヤ14番手からオーバーテイクを重ねて追い上げたジェンソン・バトンがキャリア初優勝第3期ホンダも初優勝となる 2008年は3番手スタートのフェリペ・マッサがスタートダッシュに成功し一気にトップへ。そのまま独走で優勝かと思われたが残り3周。ホームストレートでまさかのエンジンブローを喫し涙をイン。2番手追走の平気小払い年がキャリア初優勝。2009年は予選9-2でマッサの前を走っていたバリチェロのマシンからこぼれた約 800g のスプリングが マッサのヘルメットの左バイザーの付近に直撃。その衝撃でマッサは気を失い時速時速270キロメートル以スピードでタイヤバリアに衝突し、頭蓋骨の損傷や脳震盪などにより緊急手術が行われ、翌日の決勝レースは欠場。フェラーリは、君ライコネンの一大体制となった。これを受け、Q3 では、バリチェロと同じマシンに乗るバトンの車を緊急点検。 また、予選終了間際にタイミングモニターが突如落ちるというハプニングに見舞われて、予選順位が全く把握できない状態となりドライバー同士でタイムを確認し合う光景が見られた。この時の PP はアロンソ。決勝ではポールのアロンソが抜群のスタートを見せるも、1回目のピットストップ時に左フロントのホイールカバーのピンが締まりきっていない状態でピットアウトさせたため、 コース上でタイヤが脱落してしまったアロンソはそのままリタイヤ。優勝は予選4番手からカーズのロケットスタートを利用しアロンソのリタイヤでそのまま独走状態となったルイス・ハミルトン。また前線でポール・トゥ・ウィンを果たしたマーク・ウェーバーが未発のファステストラップをマークした。この GP の後マッサのヘルメットを作っていたシューベルト社はバイザー部分を強化。 代役予定のシューマッハがそのヘルメットを使い代役に向けた備えが進められていた。2010年のレースはレッドブルが予選を圧倒。ポールはセバスチャンベッテル。2番手にウェバーがつけた。スタートで3番手のアロンソがウェバーをパスし2番手へ。しかしコースライン上にデブリーが落ちたためセーフティーカーが入る。ところがこれが ピットインのタイミングと重なってしまったため、ピットは大混乱となり、ロバートクビサとエドリアンスーティルが工作事故。ニコ・ロズベルグはタイヤのナットが外れて、ピットロードでタイヤが外れるハプニングが起こった。ウェバーはピットを引き伸ばし、トップへ立つ。リスタート時にベッテルは先頭を行くウェバーから大きく離れた。このことが10社ミルールに抵触するとして、ベッテルにドライブスルーペナルティデル。 レースはそのままウェバーが優勝。3番手に落ちたベッテルはアロンソを抜きあぐねて3位。自らのミスで勝利を逃す苦いレースとなる。レース終盤ではシューマッハがバリチェロにオーバーテイクされる。際に、ピット脇のコンクリートゴールまで、数センチのところまで幅寄せを行い、レース5大問題となる。バリチェロは芝生にタイヤを落としながらもオーバーテイク。シューマッハのこの行為は、 各方面から激しい避難を浴び、次戦予選10グリッド降格処分を受けた。2011年のレースは、不安定な天候のためタイヤ戦略を非常に難しいものになり、ゴーストップの作戦に出るドライバーも現れた。さらに、ハミルトンやベッテルがリード中にスピンする場面も見られた。そんな中天候を読み当てた3番手スタートのジェンソン・バトンが、ハンガリー GP に正面を挙げた。 バトンにとってはこのレースが自身200戦目であり、初優勝の舞台での記念すべき勝利となった。2012年、2013年は2年連続で、ハミルトンがポール・トゥ・ウィンを飾り、ハンガロリンクでの勝利数をシューマッハに並ぶ、歴代最多タイの4勝とした。ハンガロリンクでの連勝は1999年、2000年の三日発記念以来となる。2016年、 3年ぶりに5勝目を挙げ、単独トップとなった。この年の予選は、9 1で、雨のため4度も赤旗が出される、荒れた展開となり11人が107%ルールに停職したが、例外的な状況と判断されたため全社決勝に出走できた。ロードレースにおいては、WGP 初開催の1990年には、マイケル・ドゥハンが、 自身の WGP 初勝利を 500cc クラスで記録した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。